クールチャンネルマリオメーカー実況、今日も始めていきます。クリアーザーデックキャノンボール。ブックマークで見つけたコースなんだけど、なんとなく面白そうだなと思って始めてもいいんだけど、これ難しくないかい？危ねえ危ねえ危ねえ。偶然できた。今の最初のところをもうクリアできる自信がない。このまま中間ポイントまで行かないとこれはやばいぞ。どの辺でキャノンボールに乗ればいいのか。わあ、もう中間だったのに。はい、よいしょ。よし、慣れてきた。慣れてくるとやっぱり面白いわ、このコース。やりがいもあるし、難易度も、まあ、そんなにね、今のところ難しいわけではあった。かなり下目で黒砲弾を踏むようにして、くるくる。よっしゃ、やっぱりこの方が簡単じゃんね。で、上。で、あぶねあぶねあぶね、ちょっと行き過ぎた。こっち来て、このタイミングが難しいわ。この辺、よいしょ、乗ったら、こっち？はい、どれを使うんだ？よくわからなかった。どれに乗ればよかった？多分ね、本当にいくつか乗らなくてもいいやつもあると思うんだよね。ほい、これで届くか。合ってたのかどうかよくわかんないけど、そろそろゴールなんじゃないっけ、サムネ見た感じ。そうだったような気がするんだけど、これは？よいしょ。よいしょ。こっちか。オッケー、赤砲弾これは持っていくのかな。どうすればいい？この、黒連弾に乗っていくのかな。よし、いった。これはいった。難易度思ったより高かったわ。赤砲弾きついね。やっぱり早いから踏むのは。次のコース行きましょう。お次はこちらのコース。簡単な仕掛けで行くクッパ城ツアー。クリア率 4%、 ベストクリアタイムは2分ちょっとですね。こういうオーソドックスっぽいコース大好きです。本当はね、動画を撮影するんだったらオーソドックスじゃない方がいいんだろうけど、遊ぶんだったらこういうコースの方が面白いというのが難しいところ。これでまずボム兵を爆破させて進んでいく。オーソドックスな仕方だね。で、落ちるか、これはブロックを叩いて向きを変えてやればいいやつで、進んでくる。はい、全部変える必要はなかったのかな。パウを投げると上のコインが落ちてきて道が開けると。はい、この方は、ここは孔明さんか。これもオーソドックスな仕掛けですね。なんかマリメのあるあるコースでやってるみたいな感じで、とっても面白いですよ。この先は、次は何が待ち構えているかなとか、メットが発射される。やっぱりやった、ストライクストライクストライク。あのストライクで下にブラックパックとかいるんだったら早く行かないとダメだったんだけど、まあ大丈夫か。これは何だろう、こっちもメットか。で、大きなメットが出てきてるから、これを踏んづけて蹴っ飛ばしてゴールストライク。これは何だろう、多分パウを投げた方が良さそうな気がする。そんな動きをするの、あのコイン。それを初めて見たわ。面白い。やばい、今のギミックはいろんなことに使えそうですね。上に行ったら、次は、ポンプジャンプからの、まあ、登るだけでいいのかな。はい、進んでいこう。そろそろ中間ポイントがあると嬉しいんだけど、ヒップドロップすると、ファイヤークッパクラウンに何かが乗って、それを移動させていく。で、あいつが炎を入ってくれるから、それを、ボーム兵に点火させると、先に進めるようになっていく。で、あのファイヤーは取れるよね。ファイヤー取れるよね。何を言っているんだ。はい、戻ってきました。今度は変に欲張らないで、このまま素直に下に登っていく。この音符は下から叩くのかな。で、メットが、上を歩いていくのね。で、出てきた津田をこうやってジャンプしながら捕まっていく。サスケコース、これで終わり。あのメットはまた使うのかな。最後にもう一本津田を出してくれた。最後までお世話になります。こう上に行けなくはないけど、まあ行く必要はなさそうだから、このまま進んでいこう。中間ポイントある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 。これはなんだなんだ、止まった。Bスイッチかーい。で、多分下にコインか何かが隠してあって、Bスイッチの効果で切れると、こう
これが落ちていくんだろう。違った、ちょっと違った。これはヒップドロップでいいのかな。ヒップドロップするよ。はい、Pスイッチを持っていくかパワーブロックを持っていくか悩むけど、パワーブロックにしといた。何かとこっちの方が便利な気がする。敵がいた時とかメッドが出てきてツタを登る。はい、しょうがない。じゃああれは追っていこう。これヒップドロップで2個とも叩くのかな。で道ができると。はい、あれ、こっちには行けないね、行けないね。よし、じゃあこのまま進んでいこう。パワーブロック持ってきてたから、それでドッソンを倒しちゃうこともできたんだけど、まあそれはいいか。ちょっとインチキだから、インチキ嫌いじゃないけど、うん、それ必要がないところではしない。よし、もっそりもっそり。この先こういうところがあると登りたくなるんだよね、マリオメーカーやってる人ってね。はい、もしかして今のは順番にやってこっちに持ってこなきゃいけなかったやつか。さてこれどうすればいい。よいしょ、タイムアップをここで待つしかない。叩くのが早すぎた。嘘でしょ、これもマリメある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 。やだやだ、そんなあるあるはやだ。ちょっと待った、あ、戻れた。あれ、戻れない、戻れないんだったら死ぬしかない。畜生めい。どのタイミングで叩けばいいんだっけ。割と下にいるときに叩かないとダメかな。いや、まあ多分出しとけば勝手に飛んでいってくれるんでしょう。上に登って登って、さっきはこのパタパタが上に来る前に倒しちゃったからいけなかった。これで道を開けて、ボム兵かな、出てきて、これでやっとゴールか。まさか最後の最後でやられるとは思わなかったよ、畜生めい。でもこういうのだったら面白くてやり直しも楽だし楽しめていいですね。あと1コース遊んでいこうかな。さて今日のラストはこちらのコース、私が楽しめる40秒スピードラン、杉さんが楽しめる40秒スピードランということかな。ベストクリアタイム16秒、ねえ、クリア率は 2%、 クリア率は低めだけどタイムにはだいぶ余裕があるみたい。楽しんで、いや、作った方に楽しんでいただけるように遊んでいきましょう。ここでパワーブロックは投げないでしょう。スピン、1、2の3段ジャンプじゃないんじゃないかーい。あのパワーは何に使うんだ。1、2の3段ジャンプでしょ。で、はい、ここは、はい、戻る、こっち、これでいいのかな、こっちでいいの。1、2、3段、よーし、かなり詰まった。道がわからない、どうやって行けばいいんだ。あのパワーいらないよね。1、2の3、よいしょ、じゃあここに投げちゃおう。はい、スピンジャンプ、1、2の3段ジャンプでこっちに来て、でパワーを持ってきて投げて、1、2の投げ、よいしょ、これでいいのかな。ここも3段ジャンプ、ということはどこら辺のタイミングだったっけ。1、2の3、違うんじゃないかーい。1、2の3段ジャンプでここですぐに投げる。矢印があるね、よく見ればね。当てなくても行けちゃったから逆にどうしようか戸惑っちゃったんだけど、このまま進んでいって、おい、投げて、1、2、これで扉に入ったら次右ジグザグだっけな、右行ってジグザグで、メットな、ボム兵だった、メットじゃないよ、投げる、おい、これで最後の1枚取って、でピンク扉に入ったらスピンジャンプ、落ち着けばここは大丈夫。1、2の3段ジャンプ、よーし、うまいことクッパさん一発で倒しちゃったけど、これ時々倒せないパターンもありそうなのが怖いところかな。ふふー、よーし、最後は今日はスピランで終わりにしましょう。というわけで、杉さんが楽しめる40秒スピランでした。ありがとうございます。今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースに、くるくるくる。バイバーイ。